はい、どうも皆さんごきげんよう。どうも隊長です。久々ですね、このアングル、まあ、今回はね、何かと言いますと、なんとファイファインさんから新製品のマイクをですね、提供してもらったので、今回はね、そちらを紹介したいなと思います。いや、実はね、僕ファイファインのねマイク使ってるんですよ、これ、まあ、めちゃくちゃいいんで結構気に入ってるんですけど、まさかのファイファインさんからね、新製品ですよ。ということで早速ね、紹介したいなと思います。はい、こちらがね、 Wi-Fi の新製品 K68 マイクロフォン for レコーディングストリーミングポッドキャスト&ゲーミングということで、いわゆるね、ゲーミング用のダイナミックマイクです。で、 Wi-Fi さんは結構格安でマイクをですね、販売しているメーカーになりまして、今回の K68 は、Amazon 価格で 11,900円ということで、いや、もう全然安いですね。で、しかもこれね、パッケージ見たら分かるんですけどね、光るらしいんですよ。マイクが光るんですね。ちょっと本当に楽しみです。では早速開封したいと思います。はい、まず内容物なんですが、取扱説明書ですね。これは日本語で書いてあります。で、これはコードですね、 Type-C のケーブルになります。そして次にショックマウントですね、これマイクを置くとこですね。で、金属製のナット、で、これがね、三脚ですね。はい、スタンドって言われるのかな、三脚どっちでもいいと思うんですけど、金属でできているので、しっかりしているので全然多分壊れることはないと思いますね。で、交換するネジで、マイクロフォン本体ということです。はい、 K658 本体なんですけど、これめちゃくちゃ高級感ありますね。で、光るところっていうのは多分この白い部分が多分光るんだと思います。で、ここにね、ゲインの調整ダイヤルがあって、で、その上にこれね、ミュートボタンですね。これちょっと早く試してみたいですね。これをね、押すとね、ミュートになったり、もう一回押すと、オンになったりするっていうことですね。はい、今ね、取り付けたんですけど、いや、めちゃくちゃかっこいいね。いや、予想以上ですね。この光具合がね、マジで明るさ的にちょうどいいですね。なんかめちゃくちゃ光ってるのかなと思ったんですけど、光りすぎてもないので、ほんとちょうどいい具合ですね。これだったらね、部屋の雰囲気とか壊さずにね、少し置いてあるだけでなんかおってなりますね。で、このマイクのミュートボタン、ちょっとこれ押したいんですけど、いきます。おい今僕タッチしてないんですよ。はい、行きますよ。ほら、タッチしてないんですよ。ほら。で、まあ配信してる人ならわかるんですけどね、やっぱくしゃみとか咳とかちょっと抑えられない時あるじゃないですか。そういう時にね、これを使えるんですよね。今これオンの状態だから、これで、ミュートにしたい時はこう押して、で、すると、そういうことができるんですよね。いや、この機能は本当に欲しかったですね。しかもね、この調整ダイヤルめちゃくちゃスムーズだ。これで1万円もう買うしかないでしょ。はい、ここからね、ちょっとマイクのテストをしたいと思います。で、僕ね、ダイナミックマイクこれしか持ってないんですよ。なので、ちょっと比較するんで、ね、ダイナミックマイクもう一つ必要なんじゃないかなと思ってるんですけど、まあちょっと今回はコンデンサーマイクの同じファイファインの T669 で検証したいなと思います。で、実は今ファイファイの新製品の K658 で録音しています。どうでしょうか。で、ポップガード必要なんじゃないのって思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、もともとね、このスポンジがついてるので、それに関しては大丈夫ですね。とりあえずこのミュートボタンがね、もう僕からしたら魅力的すぎて、で、ちょっと音声のね、ダイヤルもちょっと上げてみて、はいはいはい、どうですか。あ、待って、逆の方やっちゃったわ。おお、どうだどうだどうだ。うん、めちゃくちゃスムーズですね。じゃあ次はね、 T669 の方でやってみたいと思います。はい、今現在ね、 T669 の方で録音しております。
いかがでしょうか。これがね、いつもの僕の使っているマイクなんですけど、まあ僕割と結構気に入ってるんですけどね。まあでもちょっとやっぱりダイナミックマイクとね、コンデンサーマイクではやっぱそのもうマイクの種類が違うので、ちょっとね、比較という感じにはちょっとあまり合わないと思うんですけど、まあどちらの方がね、音質的にいいのかっていうのをね、見てもらえばいいかなと思います。雑音ですね。まあ雑音の方のちょっと聞いていただきましょうか。はい、どんな感じでしょうか。はい、いかがだったでしょうか。今ね、この K658 で、音は取っているんですけど、いや、割と気に入りましたね。やっぱこの光ってるのもいいんですけど、やっぱね、ゲーミング感やっぱありますよ。ゲーム実況とか、配信者向けに作られているので、もしね、今そういうマイク探してるとか、これから実況やってみようかなとか、配信やってみようかなっていう人はね、マイクはね、まあちょっとやっぱり実況者だったら必需品なんで、まあ、ファイファインさんのマイクは結構本当に格安で 販売されてるので、Amazon とかでもね、普通に購入できるんで、よかったらね、購入してみてください。まあ、今回はね、K658 の紹介でした。ご視聴いただき、ありがとうございました。ということで、ごきげんよう。